じゃなくてスピードで勝負してください。仕事はどんどんタスクを豊富にできるんですよね。ゲーム感覚で僕はやっていってます。失われてたこの人生の半分の価値が蘇ってきます。どうも、株式会社ドラフトの田中です。今回のこのテーマは、仕事が遅いやつは〇〇のやつというテーマでやっていきたいと思います。まあ皆さん、仕事ね、されてる方がこの動画見てくれてると思うんですが、どうですか仕事してて。自分、仕事してて早いなっていう実感を持ってるか、いやいや、全然納期に追われたりとか、ちょっとどっちかって遅いんだよねっていうふうに思っている方が多いんじゃないかなと思います。そんな仕事がね、遅いなって実感を持ってしまってる人たちに共通するのはね、何かっていうと、ちょっと真面目すぎるんじゃないですかと。会社からこうやりなさいよって言われたことだけを、ただひたすらに真面目にやってる人って僕は大体仕事遅いと思います。例えばね、社会出て皆さん仕事してる中で、もっと効率化したいなとか、もっと早く終わればこの仕事ができるのにとか、なんかそう思いながら仕事してませんかと。その仕事が遅い結果、どうなってしまうかっていうと、僕は人生の半分損すると思います。具体的には終日中の、納期やという場合、残業してね、なんとか今日中に出そうとしたり、週明けの月曜日にもう定数が迫ってるから土日のね休みの時間を使って仕事進めたりとか、そうすると今日本当は仕事終わってから友達、恋人、家族とかとご飯行けたのにとか、それができないってなると、その皆さんの大切なプライベートの時間がなくなっていきませんか。何のために人生送ってるのってなった時に、もう仕事のためだけに人生送ってる人になっちゃうと思うんですよ。そんな人生って幸せですか？絶対に不幸せじゃないですか。伝えたいこととしては、この動画見てくれててよかったです。今この動画見なかったら、気づいたら人生俺半分損してるなっていうので終わってたところが、僕のこの動画伝えるやり方をマスターすれば、失われてたこの人生の半分の価値が蘇ってきます。実際に僕も前職のキーエンスってところでもそうですし、起業してからもこのタスクマネジメントすごく意識して仕事してきました。本当にタスクが暴殺たくさんある中で、それをこなせてなかった時って、皆さんと同じようにとにかく残業しようとしてみたりとか、自分の休みを酷使してもうなくしてでも仕事することに奔走してたと思います。で、実際そんな時ありました。その結果きついなと思ったり、仕事にモチベーション上がらなくなってきちゃったりとかするじゃないですか。でもその自分をなんとか解決しようとして編み出した方法が、今日この動画で伝えることです。確実に仕事早くなります。今日の動画で、まあ、このやり方をしっかり覚えていただいてマスターすれば、仕事のスピードは格段上がると思いますので、ぜひ見ていってください。今日は僕がキーエンスで実証済みのお墨付きのやり方を今日伝えていきますので、ぜひね、最後まで見ていただけたらなと思ってます。まあ少しね、僕の前職の話をすると、キーエンスで営業してる時って1日本当に10件近くの商談をしていました。それプラスその中でね、圧倒的に僕売上作ってたので、自分の受注した後の事務処理だったりとか、お客さん対応だったりとか、その獲得していくにあたって、どん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 事務タスクが増えていっていました。ただそれをどうこなしてきたのかっていう実例も踏まえて、今日この動画でお伝えしていきます。皆さんの稼げるお金だったりとか役職も変わってくると思いますので、ぜひね、参考にしていただけたらなと思っています。株式会社ドラフトというね、会社を僕は運営しています。その中でこの動画を通じて一緒に働く仲間だったりとか、今ね、人生ちょっと思い悩んでるっていう方のサポートしていきたいと思っています。まあ具体的には、月100万円稼ぎたいと思っている学生あるいは社会人の方に関して、その稼ぎ方、しかもたった3ヶ月でその100万っていうのをどう稼ぐかっていう具体的なノウハウを教えます。3ヶ月で100万稼ぎたいっていう方は、ぜひね、一度この動画で LINE の公式アカウントというのをね、貼っていますので、そちらから応募していただきたいなと思っているんですが、この3ヶ月のノウハウ、楽して稼げると僕は言わないです。はっきり言うと、思いっきり働いて本気になれる人だけしか教えたくないですし、そういう人にはぴったりなり方だと思います。ちゃんとしんどいと思ってください。ただその代わり、そのしんどいことを乗り越えた先に100万って金額は取れるかもしれないですし、それだけじゃなくて、振り返ってみた時に、あ、人生変わったなと思えるんじゃないかなと思います。まあ実際うちの会社では月100万を稼いでいるインターン生だったりとか、そういう社員たくさん存在しています。コロナ法をしっかりやったメンバーは実証結果が出てますので、本当に人生変えたいなと思う人は、熱い上司だったりとか仲間があなたのこと待っていますので、この概要欄の LINE 公式アカウントから応募いただけたらなと思っています。じゃあ、ここからね、本編入っていきますけども、もう結論から言うと、世の中の 95% の人たち、ただの真面目な人は仕事が僕はできない人に分類されると思います。仕事が遅い人とはとありますけども、ここは
完璧すぎる人です。具体的にはね、仕事始めましたという時に 100% で出そうとしてませんか？ 100% じゃないと上司に怒られるかもしれないとか、とにかくそのために一生懸命時間かけていろんな資料をつけて、もう言われることなくしてアウトプットしないといけないんじゃないかと思ってるんじゃないかなと僕は思います。その結果何が起こるかっていうと、依頼されたタスクの依頼者はまだ仕事出てこないなとか、まだアウトプット返ってこないなとか思われるし、自分としてもどんどん多分ね、いろんな仕事を舞い込んできてると思うんですよ。結果的にたくさんのボールを自分が持っちゃってる状態に陥ってると思います。もちろんその考え方として 100% の状態でアウトプットしようとするのはいいことなんですけども、考え方としてね、持ってほしいのはここです。不完全でもういいから、とにかくスピードを意識して僕はアウトプットすること、自分のボールをなくすことが大事だと思います。実際に僕もね、キーエンス働いてた時、10件弱の商談が1日入りますとお伝えしましたし、それで受注を取ってくるまでにお客さんがたくさんの依頼事を受けます。もちろん訪問して一撃でそこでね、その場で商談が成立したらいいですけども、こういうことできるのとか、これちょっとデータ欲しいなとお客さんが言われることたくさんあります。で、1日あたりで10件弱の商談こなしてて、1週間にそれをね、何日もこなすわけなんで、1週間振り返るともう30件近くとか数十件近くのタスクが僕にある状態です。これを持ったまんま週を超えてしまうと、どん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 ボール持ってってお客さんのタスクしないっていう風になっちゃいます。それを解消するためにどうしたかっていうと、もう僕はとにかくその日依頼を受けたタスクはその日中に必ずアウトプットしてました。スピード優先して、翌日にアウトプットも完了してる状態です。そうするとお客様からすると、この営業マンに投げた仕事、なんで仕事を依頼するかっていうと、その商品を検討してるからじゃないですか。前向きに考えてる中ですぐにアウトプットが返ってきたってなると、アウトプットの質以上にその営業マンのことを信頼します。結果商談が前向きになっていって、早い速度で売れていく、受注を取れるっていう風になっていきます。僕が伝えたいこととしては、質じゃなくてスピードで勝負してください。仕事はここにね、つながるんですけども、自分のタスクのボールをとにかく手放していくことです。自分のボールがない状態だとボールを取れるんで、ボールを受けられるじゃないですか。たくさんもうグローブの中にボールが入っちゃってる状態だとボール取れないんですよ。パンパンなんで、こぼしていくだけなんですよ。ポロ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 って。必ず自分が受けたボールをすぐ投げ返す。で、またボールを取れる状態にするっていうことが僕は大事かなと思います。で、実際にこれをすぐね、不完全でもいいからアウトプットするっていうのと同時に大事なのは、取れる状態の仕組みを作ることです。実際、じゃあ僕はどうしてたかというとね、前職のキーエンスの時に、たくさんのお客さんから納期が限られてる宿題を受けてました。もちろんそれ自分でしかできない仕事は自分が必ずやります。ただその中で自分じゃなくてもできる仕事って皆さんありませんか？例えば僕だったら、受注を受けましたってなった後にやらないといけないタスクとしては、受注を受けた商品の発送手続きだったりとか事務作業がたくさんありました。でもこの作業って本来営業が別にしなくていい作業なんですよ。営業所には事務員のね、方がいらっしゃるわけなんで、その方でも同じようにできることなんですよ。営業が作成したね、発注処理っていうのを事務員の方が確認して本社に流していくとかっていうフローがあったんですけども、この作業本来は営業がしないといけなかったです。ただ冒頭に書いてる通り、僕はど真面目ではなかったので、この仕事って自分がやるべきじゃなくないっていうふうに考えたら、事務員と交渉して、俺めちゃくちゃ受注取ってくるから頼むからこの仕事してくれっていうふうに水面下で上司に一切言わずにやっちゃってました。その結果、会社の本来あるべき姿として営業は数字を作ることなんで、俺はその仕事に絶対集中してくるからって言って実際に数字を残してました。だから事務員の方たちも、まあ、あれだけ受注取ってくることとか営業活動頑張ってくれるんだったらっていうので、本来業務にはない仕事をやってもらってました。その結果、営業だからこそできる仕事に集中できました。なので自分のボールを手放して、自分が仕事を受けられる状態に仕組み的にもしていくってことが大事かなと思います。あとはここ最後ですね、圧倒的に集中するという話、何かっていうと、仕事をする中でもちろん皆さん気分が乗る乗らないとかあると思うんですよ。よくあるなって思うのは集中力の話かなと思ってて、例えばダラ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 仕事していったりとか、ゆっくり仕事するっていうことできると思います。本来1時間かかる仕事をそれ10分でどうやったらできるかなって思ってもらえませんかっていうところで、大体の仕事は多分半分以下の時間にはできます。僕多分同じ仕事してても、他の社員が1時間かかる仕事、僕は10分15分で終わらせます。これ自信あります。そのぐらいガッと集中して事務作業終わらしに行くってことができれば、時間これ空くじゃないですか。どれだけ頑張っても1時間しかできないのを、どうやったら30分あるいは10分に減らせるかってのを考えてやってみてください。同じ仕事進める中でも、少しそういう視点を持って仕事するだけで圧倒的に変わると思いますし、やり方は絶対あるはずなんで、
それは要領、やり方、仕組みだと僕は思いますので、圧倒的に集中して短時間の同じ仕事でも終わらしに行くということを意識してみてください。続いてです、こちらです。その仕事進める中で僕が大事だなと思うのは、自分の大事にしてる時間は何なのか。僕は絶対にこの時間を大事に削ることなく仕事してます。まずそれ何かというと、一つ目は思考する時間です。まあ、具体的にどういうことかというと、まあ、営業活動とかね、例えば僕が一営業マンだった時に、毎日ね、会社から言われたアポイント取る仕事、そしてアポイント取った仕事に対して自分が営業に行って制約を取ってくるって仕事で、そして制約を取ったらお客様に対して発注処理をするっていう事務作業の仕事、これだけで一日が終わってしまっていると、実際に他の営業マンと比較した時に自分の時間もそうですし、自分の営業活動の数字が飛躍的に爆増するわけが僕はないと思うんですよ。なぜかというとオリジナリティがないから。なのでこの思考する時間では必ず大事かなと。例えば一営業マンだったとしたら、自分の営業の時間、営業の仕方、どうやったらもっと素晴らしいものにできるかなとか、ちょっと違うやり方をしてみて、人と同じことしても同じ結果しか出ないので、違うことをどうすれば売上を作る上で大事なのかなとか、こう考える時間、経営者だったら今のこの会社の課題何なのかな、どうしたらこの会社もっと売上上がるんかなっていう風に思考する時間を必ず僕は持てるようにしてました。まずこれが持つこと大事です。続いてはこの分析する時間。やっぱり思考を巡らせる上でも、自分の何が強みで何が弱みで、会社を伸ばす上でもどこが良くてどこが悪いのか、これをしっかりと分かってないと思考しても意味がないものになると思います。なのでそれと同意義で大事なのが分析する時間。しっかりと今何がね良くて何が悪いのか分析する時間を持っていました。最後、まあ、社内の時間というところで、これは何かというと、今ねあくまでも立場としては経営者という形でやってますけども、このね社員たちの話を聞く、社員たちと会議する、社内のメンバーとご飯行くとか、本音を聞いたりとか、そういう部分で自分のタスク、この上二つってどちらかというと自分の中で消化できるタスク、時間だったりするんですけども、自分ではない外部のね人間とか、自分以外の人間たちから情報をもらったりとかして、それを情報としていろいろ考えたりとかする時間に当てると。この三つの時間を今僕は大事にしてます。この皆さんの中でもね、大事にする時間って何があるかわからないですけども、この時間を確保するために次でお話しするね PDC を回していくってことが僕はすごい大事かなと思います。最後解決策になるんですけども、僕はどうやって自分の時間を分析したりとか PDCA 回しているのかって話なんですけども、 Google カレンダーで PDCA 回してます。まあ、どういうことかっていうと、まずねここで圧倒的に集中しろとかって話してますけども、 Google カレンダーで圧倒的に集中できる自分の時間を確保してます。 Google カレンダーで僕は商談とか打ち合わせとか、人と何かする時間とか、自分以外の誰かと接してやらないといけないものっていうのの日と、自分のタスクを進める時間で明確に切り分けてます。例えばそれは何曜日は打ち合わせの日、何曜日はタスク処理の日って分けることもありますし、午前中は打ち合わせ全部入れる日、午後はもうタスク処理回す日とか、そういう風に分けてます。これを Google カレンダーで、しかもめちゃくちゃ細分化して分けてます。さらにそれだけではなくて、打ち合わせするために必要な移動時間、事務処理の時間、商談時間、打ち合わせ時間、会食とか、外部の方とご飯行っていろいろこうビジネスミーティングするとかっていう時間、すべてにおいて色分けしてます。もっとあるんですけども、 Google カレンダーの配色っていうのは多分10色近くあるんですけども、10色近くの色を使って自分のタスクを色分けでマネジメントしてます。まさに自分のタスクを時間で管理するタスクタイムマネジメントっていうふうに僕は言ってるんですけども、そういうことをしっかりしてます。さらにそのね自分のタスクを完了したらグレーアウトしたりとか、色分けで完了してってるなっていうゲーム感覚で僕はやってってます。そうすることでタスク処理をしていく中で、あこれも次やらなあかん、これもやらなあかんじゃなくて、あこれ一個終わったっていう風にゲーム感覚のそのクリアみたいな感じでできるんですよね。そのマインドがあるんで前にこうね進んでいけるなというか、楽しみながらタスク処理できるなっていうのもありますし、先々にも自分のこのやらないといけない何色のタスクがあったりとかするんで、それを前倒ししたりとかできるわけですよ。そしたら、あまたここにこれだけの時間が空いたから、次ここに自分の分析する時間とか入れるなとかっていう風にどんどんタスクを豊富にできるんですよね。そういう風に僕は Google カレンダーをかなり駆使しちゃってます。まずね、皆さんがどういうツール使ってるか分かんないですけども、一回 Google カレンダー使ってみてください。で、色分けしてみてください。そしてそれをクリアでグレーアウトにしてってみてください。めちゃくちゃ楽しいと思います。そういう風にね、仕事をね、進めてっていただけたら、自分のこのタスク管理のね、速さだったりとか、そのタスクに向かう気持ちだったりとか変わると思います。
ここには乗らないような3分から5分とかもう数分で終わるタスクっていうのは瞬殺で終わらせてください。今すぐに。そういう細かいことが溜まっていくと抜けるんですよ。僕はね、そういう瞬間で終わるタスクっていうのは、じゃあ Google カレンダー入れずにどうやってるんですかっていうと、管理してるのは LINE メモっていうね、 LINE の中にも実はメモ帳みたいな機能があります。これをむちゃくちゃ駆使してて、 Google カレンダーに入るような30分とか1時間は使わないものの数分で終わるやつっていうのは LINE メモに全部入れてってて、この1時間瞬間タスクみたいな時にブワーって終わらしていきます。このメモって非常に使い勝手が良くて、別に LINE のメモだけじゃなくて自分一人のグループ作ってもいいと思うんですよ。でそこに例えばプライベートでやらないといけないこととか、一つ例を出すと、僕一人だけの自分だけのグループに買い物で何買わないといけないとか、わからない言葉をずっと貯めておいて全部調べていく時間とか、そういうのを分からない言葉をまとめるグループとか作ってます。そういう風に先ほどもね言いましたけども、タスクを終わらせる仕組みっていうのを皆さんの中で考えてみてください。特におすすめなのは、まとめると Google カレンダーと LINE メモ、 LINE グループです。一人だけの、そこでグループ管理したりとかして、特に3分とか5分とか終わるようなことは違うやつで管理して、1時間30分かかるものを Google カレンダーで管理していくという風にできればいいんじゃないかなと思います。まあ今日のねこの動画ちょっとまとめていきますけども、まず、仕事が遅いやつっていうのはただの真面目なやつが多いですよと。仕事が遅い人って何かっていうと、こう完璧主義者が多いんじゃないかなと思います。なんでそうなってしまうかっていうと、仕事を完全な状態出そうとするから。なんで仕事の質、完全な質で勝負するんじゃなくて、どっちかっていうとこの不完全でもいいんでスピードで勝負しましょうというところと、とにかく自分からボールを手放していきましょう。そして1時間30分かかるような仕事を今の半分、10分の1ぐらいのスピードでやるためには、どうしたらいいかを考えて圧倒的に集中してみてくださいと。タスク処理に対して、その具体的な解決策として時間をね確保する上で僕が大事だなと思っているのは、この3つの時間を確保できるようにするということと、具体的にどういう管理をするのかっていうのを意識してね、こう考えてみてほしいなと思います。特に僕は Google カレンダーがおすすめですよという話です。まあ実際ね、仕事が効率化したりとか、BDCA が回していって、その結果余裕ができてきて、一つ一つの仕事のクオリティが上がってくると、仕事の成果だったりとか、結果確実に上がっていきます。こう仕事に追われる状態じゃなくて、どっちかっていうと仕事をこうもらうというか、こう受けれる状態になってきて、どん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 仕事が楽しくなってくると思いますし、結果的にそうなってくると、今ね、仕事が遅いなとか、遅いって言われててね、伸び悩んでるなっていう人も、自分のその仕事のパフォーマンスが上がることによって、役職だったりとか、稼げる額とかも変わってくると思うので、ぜひね、今のこのタスク処理、もう忙殺されて脳死でやるんじゃなくて、どうやったら効率化できるかなっていう、ちょっと今までと違うやり方を、ぜひ試してみてください。もしこういうね、Google カレンダー管理とか、LINE メモ管理とかやったことがないんであれば、まずやってみましょう。やってわからなければ、またこの動画見てみてください。最後ね、改めて、こう、告知になっちゃいますけども、株式会社ドラフトというね、会社を僕は経営しています。そこで、一緒に働いてくれる仲間っていうのを募集しています。まあ具体的にはね、月100万稼ぎたいと思って入社してくれるメンバーがほとんどです。月100万稼ぐことで自分の人生変わるんじゃないかなと。100万の稼ぎ方、人生の変え方僕ら持ってます。まず100万稼いでみてください。100万稼いでみることで振り返った人生変わってるんで、その具体的な実践のやり方をお伝えします。たった3ヶ月で人生変えます、僕らは。なのでちょっとこう怪しいなとか、ほんまなんかなと思うぐらいやったら、一回この門戸叩いてみてください。まずこのね、概要欄に貼ってるような LINE の公式アカウントがあるので、そちらから応募いただいて話を聞いてみてください。いいなと思ったらね、ドラフト来ていただきたいなと思いますし、僕らもこの3ヶ月で人生を変えるっていうやり方をお伝えする上ですごい大事なのは、簡単に稼げると言わないです。本気になって人生変えたいなと思う人じゃないと、このやり方は伝わらないと思いますし、はっきり言って100万なんか稼げないです。本当に本気になってるけども、今環境が良くなくてとか、上司が良くなくて困ってるんだっていう人は、ドラフトであれば、本気の思いがあるんであれば人生変えれると思うので、僕らの会社に素晴らしいメンバー揃ってますので、そして人生変えてきたメンバーたくさんいますので、ぜひね、LINE 公式アカウント経由でね、応募いただいたりとか、一度質問してみてほしいなと思います。で、最後、このチャンネルを通じて、まあ、こういう仕事の考え方だったりとか、ノウハウ、ビジネスをする上で、仕事の考え方、就活必勝法とか今後伝えていきますので、そういうビジネスキャリアだったりとか、就活、こうキャリアに関する悩みとか持ってる人に関しては、ぜひね、チャンネル登録していただけたらなと思っています。ここまで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。